皆さんこんにちは。ただいまよりマインドマップを使った放射思考演習、こちらのミニ授業を始めさせていただきます。私はこの講座を担当しております講師の玉川一郎です。どうぞよろしくお願いします。今回のこの講座はマインドマップという思考技法を使っていくのがテーマになっておりますが、皆様の中にはマインドマップという言葉を初めて聞かれた方もいらっしゃるかもしれませんし、すでにマインドマップは何度か聞いたことがあるという方から、マインドマップをすでに使っているという方もいらっしゃるかもしれません。今この映像に出ていますのがマインドマップの見本になります。これは私自身が書いたものなんですけれども、このように、グラフィックを使って、ノートを書いていく手法というふうに思われている方が多いかと思います。実際には、このような、グラフィックをいっぱい入れるマインドマップというのはそれほど多くはなくて、それ以外にただ、線だけ黒いペン1本で書く場合もございます。マインドマップは今までこれ記憶のためにこのような書き方をしているとか、あるいは何かアイデアを出すために使う方法というふうに認識されている場合がありますけれども、マインドマップは実際には非常に広い範囲で活用できるものです。一言で言うならば、思考を放射状に展開することによって早期、整理、決めに効果を発揮する世界で注目されているノート法ということができます。実際にこのマインドマップを使っていった効果をご紹介しましょう。マインドマップを、これはロンドン大学の医学部の学生さんで、実験をした例になります。こちらでは、学習意欲が今一つ高くなかった、あまり積極的に自分から勉強しない、やや成績が劣るグループの方にマインドマップを教えてみました。かたや、自分で勉強をしてすでに積極的にやっていて成績がある程度安定している人はマインドマップを教えず、そのまま授業を受けていただきました。この両方のグループを同じ授業を受けて、それからテストを行ってみますと、この授業が終わった時のテストの段階ではマインドマップを使ったグループ、つまり学習意欲が低かったグループも、もともと学習意欲がしっかりあったグループと同じ点数を取ったといいます。さらに1週間後、再度この内容についてテストを行ったところ、実はこの学習意欲が低かったマインドマップを使ったグループの方が点数が高かったという形が結果が出ています。もしこれが同じグループ、同じレベルのグループにマインドマップを使ったのと使わないのを比較していったら、これは 10% どころではない非常に大きな差があったのではないかと推測されています。もう一つの事例は、オレゴン大学経営大学院によって行われた事例です。こちらでは、ブレインストーミング。ブレインストーミングというのは、アイデアを出すための方法の会議の一つでして、まずはいろんなアイデア、何でもいいから、とにかく数をいっぱい出してみる。いっぱい数を出してから、その中で様々なアイデアを組み合わせることによって、問題解決を行っていこうというのがブレインストーミングで言います。このブレインストーミングでは、まずアイデアをいっぱい出すことが必要なんですけれども、このオレゴン大学経営大学院の事例では、このマインドマップを使ってアイデアを出したグループと、マインドマップを使わないでアイデアを出したグループと、その発想力の差は約3倍に膨れ上がったといいます。このようにして、マインドマップというノート法を使っていくことによって、非常にこの学力、記憶力、発想力というのが向上するということで、世界的に認識されているノート法、これがマインドマップというものです。マインドマップの定義を一言で言うならば、各種データの間の関係に一時的かつ無造作な順序付けを行って3構造に表すノートの使い方ということができます。マインドマップは様々な使い方がありまして、ある時にはこれを徹底的に整理をして書く時もあります。またアイデアを出すという時には、これは一時的に無造作にアイデアをどん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 連想的に出すことによってアイデア量を爆発的に増やすことができます。このようにマインドマップは様々な用途に応じて様々な使い方があるものです。もう一つこのマインドマップを定義をするならば、放射思考、つまり思考を中心から放射状に分岐させて展開する思考、
この放射思考を使った脳内データ整理整頓ツールということができます。つまりマインドマップで書いたものが価値があるというよりも、マインドマップを書いていろんな勉強をしたり、あるいはマインドマップを書いて自分の発想というものをまとめていったときに、頭の中のデータが整理整頓されてくるというのがこのマインドマップの特徴です。マインドマップは1970年代初頭、イギリスの学習法研究者トニー・ブザン氏によって開発され、世界中に普及されていったものです。当初このトニー・ブザン氏はイギリスの国営放送 BBC で、頭の使い方ユーズ・ウェイ・ヘッドという10回シリーズのテレビシリーズがありまして、そちらに出演していったところ大変話題になり、BBC 出版からこの本が出版され、それ以降世界中にこの本が翻訳されるに従って、およそ、おそらく数千万部という本が世界中に販売されていて、さらにこれが研修などあるいは学校教育などでも非常に活用されるようになりました。実際に学校教育の中で導入されている例では、イギリス、シンガポール、メキシコ、バーレーン、クウェート、リフテンシュタイン公国などで使われておりまして、特に近年義務教育、公教育の中に採用されたのは、これはシンガポールと言われています。このようなマインドマップの講座を私が展開させていただくわけですが、これ以降マインドマップの講座についてご紹介をする前に、私自身のご紹介をしておきたいと思います。私は早稲田大学の政治経済学部政治学科を卒業し、その後一回仕事に就いたんですけれども、私健康関係の仕事をしておりまして、その関係上東京大学医学部健康科学科研究生として2年ほどサプリメント生活習慣病などの研究を行っております。私の仕事としては、もともとこの大学を出た後は、何か自分で会社を作ろうと思っていたんですけれども、政治経済というのを勉強しただけではなかなか当時の、仕事環境ではなかなか自分で起業するほどの知識とか経験を得ることができませんでした。そこでまず仕事のするための、例えばお店の運営、人材育成、人事採用、管理などを学びたいと思いまして、最初に選んだのが日本マクドナルド株式会社でした。その後、私が30歳になる頃、転職をしまして、健康医学研究学院という、これは、民間で健康づくりというものを教えるための学校がありまして、そちらの方に転職し、そちらの方で私は教鞭を取るようになりました。そちらでは私、副委員長として、マーケティングも含めて事業を担当する間、傍ら、マーケティングなども実施していたんですけれども、これが私が、42歳の頃ですね、自分でこの様々な、セミナーとかを運営する会社として、株式会社釜石コーポレーションというものを立ち上げて、そちらの代表取締役として今、まさに大学を出た時の夢である起業というのを果たしております。著書として、これは講談社の方から、新しい人生の価値観マインドリッチという本を書いています。これはマインドリッチというのは、一見マインドマップにちょっと似ているように思われるかもしれませんけれども、マインドマップとはちょっと関係ありませんで、私のこのような仕事をして社会に出て、そして起業するに至った、そういったところの、私の経験などを踏まえた本になっております。私がマインドマップと出会いましたのは、実はすでに30年以上、おそらく33年、4年前になります。マインドマップが一番最初日本に紹介されたのは、先ほど、BBC 放送でマインドマップのことが紹介された映像があったと言いましたけれども、そちらの本が翻訳されたのが、この頭が良くなる本と言います。こちらは東京図書というところから出版されて、現在も版を重ねている、長年にわたるベストセラーになっているものですけれども、こちらが出版されたのが1982年になります。私がこの本を読んだのは、ここに映像が出ていますけれども、高校卒業して、これ高校時代の私ですが、高校卒業して間近の土地でした。現役の時、東京大学
を受けようとしまして、そして試験に臨んだんですけれども、一次試験、当時は共通一次と言いましたが、その一次試験で点数が足りなくて、東大を受験することはできませんでした。そこで、浪人をしていて、駿台予備校に通っていたとき、その、駿台予備校に通っていた試験の直、今度は次の共通一次がある1ヶ月前に出た、1982年の12月に出版されたのが、この頭が良くなる本というものです。私はこの本で、マインドマップ、当時は頭脳地図という言い方をしていたんですけれども、これを見て、見よう見まねでマインドマップを書いてみました。これは、私、特にこの本の中には経済学のについての事例があったので、政治経済の勉強にこのマインドマップを使って、この1982年の12月に試験対策として書いたのがこのマインドマップです。このマインドマップを書いて受験に挑んだところ、なんとか一次試験を突破することができまして、東大の二次試験に進むことができました。最終的に、東大には合格することはできなかったんですけれども、その時、他に受けた、早稲田大学の政治経済学部政治学科の方に合格することができまして、そちらに進学をする形になりました。このように私のマインドマップの経験といいますのは、1982年、この頭が良くなる本というところから始まって、でその後、私、先ほど申し上げました、日本マクドナルドに進学した、行ったんですけれども、そのマクドナルドの社内研修であります、マクドナルドのハンバーガー大学というのがありまして、こちらの方も私、マインドマップを使って勉強していったところ、こちらで、ウィナー、首席を取ったことがございます。その後、健康医学研究学院で副院長をやっていたところ、様々なマーケティングをやっていたんですが、その実績というものを、まあ、ほとんど社長職をやっていたということで、その事例というのを報告していったところ、これは当時非常に有名だった神田正則さんという経営コンサルタントが運営しています顧客獲得実践会で、社長のアカデミー賞というのを取得しました。これもまた、マインドマップを使ったさまざまなマーケティングというのが、実を結んだものだと考えております。その後、2006年、日本で初めてマインドマップインストラクター研修というのがありまして、こちらに先ほどの本を書きましたトニー・ブザンさんがやってきて、インストラクター、直伝の形でこのインストラクター研修が行われたときに、私はこの第一生としてこちらに参加し、その後日本でのマインドマップ普及事業の立ち上げに尽力をさせていただいております。現在、このトニー・ブザンさんが関与しているのが、このイギリスのシンク・ブザンという会社になりますが、こちらで公認のマインドマップインストラクターの資格を取って登録されております。私のマインドマップ研修の経験で言いますと、第一三共製薬さんとか、トヨタ自動車さんなどでマインドマップの研修を行ったり、あるいは自社にてマインドマップ公開講座、マインドマップフル活用2日間講座、マインドマップ講師養成講座などを開催しております。今日に至るまで、マインドマップ講義というのはおよそ500回実施しておりますので、皆さんに様々なマインドマップを書く上での悩みなどは、お答えするのはできるかと思います。今回の講座というのが、講座の概要をご紹介しますと、こちらは今お話をしてまいりました、このマインドマップ、思考と学習に役立つツールとして世界中に、注目をされているマインドマップを使った放射思考の理論と活用法を学ぶ。これがこのマインドマップを使った放射思考演習です。この中では、方法だけではなく、実際に大量のマインドマップを講座中に作成し、受講後は日常的にマインドマップを活用するスキルを身につけることができるようになっていきます。この、今のこの画面上で実際にマインドマップを私が何枚も書いてみせますので、それに沿って皆さんが書いていくに従って、マインドマップを実際に身につけることができるようになります。科目の目標としては、マインドマップの原理効果について理解をしていただくこと。マインドマップを活用するスキルについて身につけていただくこと。そして、マインドマップを使った学習法、思考法を身につけていただくこと。つまり、この講座というものは、他にこの八島学園大学には様々な授業がございますが、どの授業を受ける上でも、大変基礎となって、勉強するのが非常に楽になってくる。これがマインドマップというものです。
マインドマップ、私はこれは集中講座の形で実施しておりますので、3日間で15科目を進めていきます。最初がマインドマップの基礎、それからマインドマップの応用として自己分析、論理思考、それから発想の方法、読書法、小論文の作成、講義録の作成法、それからマインドマップの原理として脳科学との関係を示した上で、より高度なマインドマップの作成法、そしてそれを使った記憶法など、そして最終的にはビジネスに活用できる方法まで、この講座では皆様に身につけていただきます。こちらは私の講座を実際に受けていただいた方に、最終日に感想を述べていただいたものを再読させていただきました。マインドマップとても楽しいです。これからも使っていきます。あまりにも楽しいので誰かに教えたくなりました。全講義を通じてマインドマップの基礎を知ることができ、同時に日常の営み全般の様々なことに対して集中力をもたらしたり、メンタルケアなどにも利用でき、大変効果的なものと感じました。自己分析とか苦手だったんですけれども、マインドマップを使ったらうまく自分と向き合うことができそうです。あと、換気後の感想をまとめるのに便利そうだと思いました。記憶力が落ちてきたので、この講座を受けてみようと思いました。記憶法の演習ではほとんど書けたので、記憶できているんだなと思いました。何らかの資格試験を受けてみようかなと思っております。このように非常に多くの年齢層、さまざまな方々にお役に立てている講座です。今度は皆様がこの講座を受けて、マインドマップの楽しさを知り、そして活用していただくこと、これが私の願っていることです。皆様の積極的なこの参加、お待ちしております。どうぞよろしくお願いします。